丹後国分寺は京都府宮津市国部にある高野山新言宗の寺院。三号は五国山。奈良時代に聖武天皇の御事のりにより日本各地に建立された国分寺のうち丹後国国部総寺の後継寺院にあたる。本校では現寺院と共に寺院跡である丹後国分寺跡についても解説する。京都府北部天の橋立で仕切られた内海である。 阿蘇海の北岸の高台に位置する。聖武天皇の御とのりで創建された国分寺の宝塔を継ぐ寺院で、周辺では加護神社が立地する他丹後国府の立地も推定される。寺地は古代、中世、近世で変遷しており、古代国分寺の所在はつまびらかでないが、中世紀最高の近道、等、注文の祖籍群が現在も依存し、その北に、 近世国分寺が所在する。中世国分寺の自績域は1930年に国の史跡に指定され、最高演技は1992年に国の重要文化財に指定された。現在では中世国分寺跡は、京都府立単語郷土資料館の敷地内に位置し、史跡整備の上で公開されている。聖武天皇肖像創建は不詳。 天平十三年の国分寺建流の御事のりの後の創建とされる。発掘調査でも古代国分寺の遺構は未確認であるためつまびらかでないが創建期のものという古河原が知られる。天平商法八年には単語国など二十六カ国の国分寺に勘定、旗などが可視されている。また法記念館の大乗館府では増寺料が水庫に充てられている。 公認十一年の公認式取税料の規定では国分寺料として稲に2万束が当てられる。また延長五年成立の演技式取税上では国分寺料として稲に万束が規定されている。摂州、天の橋立てず天の橋立ての左上に国分寺の銅東が描かれる。鎌倉時代の様子について、成合寺の単語国伝数帳では、与佐郡に混交。 明寺三在19丁2段、38歩5面、道軍石川省に、15朝3段18歩国分寺、13朝6段198歩、国分寺領無限地の記載が見える。丹後国分寺最高演技によれば、鎌倉時代末には荒廃して、本尊の近藤役師も盗難にあっていたが、火略3年から現無元年にかけて、立州最大寺派の千始め商人によって、 再建されたことが知られる。現在残る、近藤祖跡群は、この再建時の設計図と一致することが認められている。また再建後の道具は、雪舟の天の橋立図五六かからも知られる。その後は再び荒廃したとみられ、永正四年の若狭武田氏による、大規模な兵乱の際に戦火を被ったとする説がある。他、国分寺略演技では、 天文11年の府中での平乱による炎上を伝える。現在残る祖籍群にも加熱根が認められるため、少なくとも火災によって、剣向き伽乱は失われたと推定される。江戸時代に入り、天羅3年に洪水で失われた後、高台城に再建された。消失から洪水までの伽乱は記録上。 以降上ともつまびらかでないが、一体の生字名から剣向き、近世期とは、配置を別とする最最強伽藍を想定する説が、挙げられる。近代以降については次の通り、中世国分寺跡近藤跡東跡背景に、阿蘇海、天の橋立て、現国分寺以前の伽藍のうち、創建期の古代国分寺の伽藍については所在も、含めてつまびらかでない。異物としては、 軒丸瓦、軒平瓦の2点があり、その文様は、山城地方の普賢寺跡で土瓦や山陰地方の国分寺跡で土瓦と一致する点が注目される。再考された中世国分寺のガラン遺構は、原国分寺の南の史跡地に依存する。近藤、中門が南北に並び、その西方に塔を置く、ガラン配置になる。遺構の詳細は次の通り。 中世国分寺跡の伽ンを知る資料としては、雪舟の天の橋立手図が知られる。道図の近同、等注文の相対的位置は、現在の組織群とも一致する。丹後国分寺最高演技教都不立丹後、郷土資料館展示。伝戦旧へ人面教都不立丹後郷土資料館、展示。その他の文化財としては、資本木が不動明王像がある。また次の仏像が、 関連異物として知られる、所在地交通アクセス関連施設周辺単語、国分寺跡に関するカテゴリー。ありがとうございます。